もう一回多分学び直していくと考え方とかはいろいろ変わってくるのかなと思うんだよね。しっかり学びたいよとかっていう方とかは勉強できる場所なんじゃないかなと思うので、はい、じゃあギバーズチャンネル始めていきます。今日はですね、吉田先生をお呼びして本音でギバーズだけできればなと思うんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとまず乾杯ね。はい、乾杯しよう。はい、乾杯。乾杯です。簡単に自己紹介お願いしていいですか。はい、大山院の吉田と申します。よろしくお願いします。吉田先生は獣生士？獣生士です。獣生士、はい、専門学校どこだった？専門学校は九州医療スポーツ専門学校でした。 あそこか。そうっす。北九の先輩いっぱいいるじゃん。あります。高倉とか坂本さんとか。高倉は同い年です。あ、同い年なんだ、はい、でそうなんだ。車力が下っていうだけで。あ、なるほど。じゃあ同級生だったんだ。同級生です。はいはい。高倉さんっていうのがギバーズっていうのは新院舞台っていうのがあって、各地飛び回って新しい院がオープンするときにそこを盛り上げてくれる舞台なんですけども、そこでやっている高倉先生と同期ってことね。はい。あ、同期じゃない。あ、同期じゃない。同級生ね。そう、同級生。じゃあギバーズは転職で入ったってことだね。あ、そうです。転職で入った。中東というか。そうです。もともとはどういうところで働いてたの？もともとは専門学校の時に接骨院で働いてて、国試とかで忙しかったんで、就職探すの後にしてて、1年そこで働いて、その時にいろいろ高倉に相談して、ここの会社しっかりしてていいよっていうのを教えてもらって入社したって感じです。あ、じゃあ1年遅くってこと？あ、1年遅く。はい。その1年前はバイトでやってた接骨院、あ、はい、にそのまま就職したって感じです。就職したと。え、なんでそこは続けようと思わなかったの？個人で見て学ぶみたいな感じだったんで、うんうん、ちょっと自分はその一からなんかちゃんと学びたいなって思ったんでこっちに来たって感じです。なるほどね。もともと獣生士目指したきっかけって何かあったの？もともとは小さい頃から親にマッサージとかするのが好きで、うん、その時なんかうまいねみたいなのを言ってもらってていいなって思ってて、うん、あとは部活とかしてお世話になるじゃないですか、うんうん、こういう仕事あるんだでなろうと思ったのがきっかけです。こう言ったらだけど一番よくあるいいストーリーだよね。あるやつです。言い方悪いけどね。え、もともとスポーツのやつ？ソフトテニスやってました。ソフトテニスやったんだ、はい、それで結構怪我とかして帰ってたとか。そうです。そこで整骨院でよくしてもらってみたいなところで、ね、はい、実際どう？獣生士になってみて患者さんの笑顔とか見れるんで、うん、やってよかったなって思います。でもそれはさ、元いた整骨院とかでも同じような状況なかったの？施術入ってた？あ、入ってましたし、うん、やってたんですけど、うん、マッサージ感強いですし、普通にこういろいろ喋って楽しかったのは楽しかったんですけど、うん、うーんって思う部分があって。それはうんっていうのはどういう面で？例えば成長とかさ、いろいろじゃん。あ、それもありますし、しっかり直したいなみたいな、うん、あったんで、うーって感じでしたね。でギバーズ入ったと、はい、どう？実際は？実際はめちゃめちゃしっかりしてて、研修とかでもちゃんと施術とか学んでいけて、うん、治療とか入るのも関節とかやるときとかは勉強会とか参加して、うん、実際に患者さん入ってやると良、うん、くなったっていう笑顔をもらえて、うん、すごい良かったなっていう感じですね。初めてほぼ話した時くら寿司だよね。そうです、くら寿司です。もうびっくりしましたね。はい、お休みかなんかに、はい、俺家族でよしくら寿司行くぞってくら寿司行って混んでて、はい、普通に座って待ってたら急に声かけてたもんね。あ、津山先生だってなりました、ね。これはちょっと挨拶しないとと思って、うん、めっちゃびっくりした。お気をからもっつって。私もびっくりしました。そこで会うとはって思ってなかったんで。今は入社して何年ぐらい経つの？5年目ですね。吉田さんのビジョンとしてはさ、こっからどうしていきたいとかってあるの？地元福岡なんで、福岡に帰って、うん、盛り上げていきたいなとかっていうのはありますね。そうなんだ、はい、それどれぐらいでやりたいとかってあるんですか？できれば今年中に帰ってやっていきたいなっていう感じ。あ、そうなんだ、はい、例えば院長やりたいとかさ、はい、こういう役職つきたいとかそういうのあるの？特には今のところ明確なのはないんですけど、うんうん、個人的に院長やるっていうよりは下からこう支えるというか、副院長とかで院長を支えれるようなポジションで入れたらなとは思ってます。今あれだもんね、大山で田崎先生っていう女性のね院長先生を支えて、どう？大山は？大山はもう配属されてずっといるので楽しくやれてますね、うん、結構活気あるんで、うん、みんなでワイワイしながら患者さんとも仲良くできてますね、うんうん、大山院っていうのはちなみにもともと僕が会員当時院長やってたんで。そうですね、今3代目院長の田崎先生がいて、その元で働いてくれます。そうです。僕が22歳ぐらいの頃のさ、写真がまだ多分 あります。外壁に貼ってあります。いや、あれね、もう剥がそうか、あれ。いや、でもあそこの中だとちょっと寂しいんで、そのままでいいと思います。もう老けたちょっとおじさんの写真に変えとく。今現在の吉田さんの写真に変えるじゃん。いやいやいや、それはもう田崎先生にした方が。そうか、そうす。北九だよね。あ、そうそう、北九州市。地元、実家？実家はそれよりももっと田舎なんですけど、うんうん、一番近いのは北九州市かなって感じです。どちらかというと北九の院だよね。いや、
それだと福岡の方が。福岡がいいんだ。やっぱ北九は治安が悪いみたいな。治安悪いとかじゃないんですけど、北九の人に怒られるぞ。いやいや確かにそれはそうですけど、北九行ったけどめっちゃいいとこじゃん。小倉ですね。小倉いいよ、はい、でもちょっともう専門学校で通ったんでいいかな。近いもん、小倉から近いもんな。近いっす、歩いていけるもんね。そうっす。それはもう天神博多とかそっちの方が。あ、そう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 、いいと。あっちもあっちですごい栄えてるしな。そうですそうです。東京全然変わんないもんね。そうですね、だいぶ栄えてきてる方だと思います、うんうん、ちょっとさ気になったのがさ、なんで副院長がさいいなってなったの。自分から引っ張っていくっていうのはちょっと苦手で、うん、下で支えていきたいなっていうのですかね。なるほどね、はい、なんで自分は引っ張っていくのが苦手っていう認識をしたの。上の人とか見てて尊敬しますし、かっこいいんですけど、うん、自分のその姿をイメージした時にあんまイメージが湧かないのと、うん、みんなをこう引き連れていけるかっていう自信があんまなくて、院長はちょっとなっていう感じですかね。ごめんね、なんで自分に引っ張っていく自信がないと思う。あんまそこ深く考えたことなかったんですけど、うん、家族の話になるんですけど、うん、家族でいる時も長女ではあるんですけど、うん、お母さんの話とかを聞いてあげたりというか、うん、お母さん支えていきたいみたいな感じのところからかもしれないですね、もしかすると。なるほどね、はい、お母さん支えていきたいから、要は縁の下の力持ち的なポジションが自分には合ってるのではなかろうかっていうのを感じてるってことだよね。そうです、はい、でもこれさ、いろいろリーダーシップ論みたいなのはさ、いろんな考え方があってさ、はい、なんかさ、リーダーのイメージってどんなイメージなの。ガンガン引っ張っていって、うん、みんなまとめてますみたいな、うん、イメージの方が強いですね。そうだよね、はい、でもさ、実はそんなことないなっていうのは結構本音というか、要はそのリーダーシップってさ、多分今の吉田さんの話聞いてると上からのリーダーシップですよと、俺についてこいっていうのがリーダーシップだみたいな感覚を持ってると思うんだよね、うん、はい、なんかこのリーダーの考え方みたいなのっていろいろあって、リーダーイコール導く人みたいな訳し方したりするんだけども、うん、要は導き方なんていろいろあるわけよ。リーダーっていうのは誰しもがなってるわけですよ。もう吉田さんはリーダーなんですよ。導き方が違うだけなんだよね、うん、っていうのはリーダーシップがあった上で、上からのリーダーシップっていうのが多分一番吉田さんが思ってるかっこいいリーダーシップじゃん、うん、いや俺についてこい、そうそうそう、なら行くぞみたいなのがリーダーシップだけど、はい、実はそんなことなくて、例えばさ後輩とかでもさ、はい、リーダーシップっていうのを発揮できる場っていうのはいくらでもあって、うん、いやいや丸々先生さすがですねと、もっとこういう風にやったらもっとかっこいいんで、そういうところ見たいですっていうのもリーダーシップだったりするんだよ。それでさ上司は嬉しくなるじゃん、頑張るじゃん、これもリーダーシップなわけですよ。っていうのを考えた時に、要はその理由だけで院長なんて私には恐れ多いみたいになるのはもったいないなと思ってて、うん、別に院長目指せと言ってるわけじゃなくて、うん、そこが弊害になって院長を目指すことを断念してるんであればもったいないと思う、ね、うん、副院長が私の天職だと、これはもう素晴らしいものなんだって言うんだったら分かるんだよ、うん、でも私はこういう理由できないから副院長でいいっていう発言だったじゃん。これはもったいないと思う、うん、院長だから上からのリーダーシップだけで引っ張っていくかって言ったら全然そんなことないよ、うん、だって俺院長やった時って、うん、俺以外全員年上で、だからもう上からのリーダーシップができないんだよ、うん、お前についてこいなんて言うよ、うん、うっせえクソ年下の鍵がみたいになるわけですよ、はいはいはい、それできない、僕こういう風に頑張りたいんでよろしくお願いしますっていうスタンスから入るわけです。これもリーダーシップじゃん。確かにって考えた時に、全てが上からのリーダーシップが正しいとも限らないわけだよね、うん、だからもし何かの弊害、院長を目指すべき人間じゃないって思う何か課題とかさ障壁みたいなのがあったと思うんだよね、うん、それで今の自分の成長を阻害してるんであればもったいないなと思う、うん、別にリーダーシップなんていろんな種類があっていろんな導き方があるし、うん、何とでもなるから、うん、逆に吉田さんがそこでいや私は副院長でいいんだよってなっちゃうと、スタッフがさ吉田さんみたいになりたいってなったとしたら、みんな副院長で、みんな副院長になりたいですってなったらそれも変じゃん。確かにそうですね、ってなりますね、はい、いやもっと浮いてよってなるじゃん。なります、なります。そうそうそう、やっぱり組織としてやっていく以上、吉田さんも導いてるんだよ。もうリーダーシップ張れるか張れないかじゃない、もう張っちゃってるんだよ、ね、うん、そうなった時にどんな自分でありたいかだよね。いい自分でありたくない。確かにそれはそうですね、ね、はい、っていう思いは多分絶対強いと思うんだよね、はい、吉田さんに関しては、はい、だったらリーダーとは何か、院長とは何かみたいな、もう一回多分学び直していくと考え方とかはいろいろ変わってくるのかなと思うんだよね。どう、今の話聞いてみて。今までのあれが強いので、うん、まだそこの考えを変えるっていうのがまだ時間はかかるかなって感じですね、うん、確かにそうだなっていう思う部分はありますね、うん、なるほどね、はい、どうなっていきたいとかあるの。別に役職とか云々とかじゃなくて、はい、どういう人生歩んでどういう風な生き方をしていきたいとかってあるの。普通にこう結婚とかして子供とかも欲しいなって思いますし、うんうんうん、仕事の面で言うと教えたりもしたいなとは、うんうんうん、教えるのうまそうだもんね。いや結構やばいっす単語というか擬音語、うん、になっちゃうんで、うん、そこはこう
直すために勉強として教えたりはしたいなって思いますね。なるほどね。それはじゃあ MSA とかの講師になるとか、そうですそういう道も面白そうだなって思って、ね、そういろんな道があるから、特にこれから研修所を4拠点に増やそうと思ってて、今東京だけじゃん。それを札幌、東京、まあ、関西、はい、そして福岡、この4拠点にそういう研修所を増やして、はい、そこでやってくれる講師を今募ってて、はい、動こうみたいな話になってるんだよ。そういうのとか面白いかもしれないね。そうですね、うん、いろんな道があるから、はい、さっき言いたかったことはさ、はい、自分はこういうことができないからこうなんだっていうのはもったいないと思う、うん、それ誰が決めたの？だよね、はい、それ正しいの？いや、まあ、正しくはないと思いますね。そこ変えようと思ってはいるんですけど、うん、やっぱ今までそういう生き方でやってきたんで、そういう風に持っていってしまうっていうのはありますね、自分の中で。変えていかないとなっていう気持ちはあります、うん、これね、人には変える力ってのはなくて、うん、自分がどうなりたいかだと思うんだよね、うん、変えたいと思うんであれば変える努力するべきだし、うん、変えたくないんだったらもう無理だしね、うん、別にそれはそれでいいと思うんだよね、うん、それはどう？変えたい？そうですね、最初からできないって決めちゃうんで、うん、挑戦しようっていう気持ちはありますね、うん、だから決めつけないのはやっていきたいなって感じですね、うんうん、こんなことはできないんだ、無理なんだみたいなね、そういう気持ちは変えていきたいみたいな感じ。そうそこはありますね、うん、それでもね、結構簡単ではないんだけれども、うん、習慣になってるじゃん。あ、そうですね。ってことはさ、習慣なんだよ。習慣を変えれば考え方が変わるんだよ、うん、だから毎日の習慣が今そういう思考で習慣してるんであれば、その思考のパターンというか思考の習慣を変えればいいんだよ、うん、よくあるのは毎朝それを自分に唱えるじゃないけどさ、うん、確かにそういうのでもいいし、なんか宗教じみたいな話になっちゃったできるみたいな、できるみたいな話になるけど、はいはいはい、まず自分の一つ一つの発言の習慣を一個ちょっと変えてみるだけでも結構変わってくるもんだと思うんだよね、うん、それは結構やってみてほしいね。そうですね、うん、ちょっと頑張ってみます、そこは。逆にさ、今のキバーズにいて課題点とかって何かあるの？副委員長のやつでクレームテストやってるんですけど、うんうんうん、そこですかね。テストってなるとちょっとやっぱ構えちゃって自分を出せないというか、うん、ロボットみたいな文言言ってるみたいな感じになっちゃうので、うんうんうん、そこをいかにこうテストだけど現場をこうイメージしてできてないっていうのが課題ですかね。なるほどね、はい、意外と難しいよね。難しいですね、意外と、うん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 、クレーム対応って言ってもさ、結局相手は人じゃん。そうですね、ね、クレーム対応のコツって何かって言ったら相手の気持ちに寄り添うことだと思ってて、相手が本当に何を考えているんだろうと。でクレームイコール悪みたいな考え方って結構あったりするじゃん、うん、クレーム言う人はなんか悪い人だ、おかしな人だみたいな、はい、でもそんなことなくて、何か自分に対して嫌なことをされたとかさ、何かがあったからクレームになるわけじゃん、うん、その何かっていうのをちゃんと一人一人見極めて、そこに対して的確にアプローチをするよねと。これってさ、よくよく考えてみたら治療と一緒じゃない？根本的な考え方、うん、何かしら本来正常に行くものが異常になったわけでしょ、うん、そこの異常に対して原因を探して対処して正常に持っていくみたいな話だから、はい、どんな仕事においても結構思考のパターンと一緒で、うん、この正常な状態、異常な状態があると、で異常になるとクレームになるよっていう話でしょ、うん、それを正常に持っていくためにその人が求めてるもの何なんだろうっていうのを考えて正常に持っていけばいいだけですよと、うん、で治療も一緒じゃん。異常になってる原因は何か、その原因を探って、その原因を究明して、それを特定して、そこに対してアプローチするみたいな、一緒だと思うんです。なのでクレーム対応が苦手なわけじゃなくて、クレーム対応の手順が多分分かってないかもしれないね。確かにそうですね。そう考えると一緒じゃん、見立てをするわけですよ。このお客さん、患者さんはなんでこういうふうに怒ってるんだろうと、うん、こんな原因があるんじゃないか、あんな原因があるんじゃないか、これが原因だってなって、それに対してアプローチするわけでしょ、うん、一緒ですよ。それを頑張っていきましょう。はい、頑張ります。ということで、まあ、今吉田さんと喋ったんですけど、いろいろまあ喋らせてもらったんですけど、逆にさ、これ見てる人が学生だったりとか中途採用で困ってるとか、いろんな人がいると思うんだけども、うん、そういう人たちに向けてさ、最後一言欲しいっすか？わかりました。自分は会社に入社してしっかり技術とかも学んで、まあ、治療自体もしっかり効果を出せる、自信になる施術とかもできるので、まあ、しっかり学べる場でもあるんで、しっかり学びたいよとかっていう方とかは勉強できる場所なんじゃないかなと思うので、一緒に頑張っていけたらなと思います。吉田先生が、ね、教えてくれるんだよね。そうですね、ね、はい、これからそっちの道も頑張るしっていうところで言ってたので、はい、ちょっと期待します、はい、ということですね。この動画見ていいなと思ったらですね、チャンネル登録、高評価、また公式 LINE 登録していただくといろんな特典ついてくるんで、そちらの方もぜひよろしくお願いしますということで、吉田先生、緊張した？ちょっと緊張しました。ごめんね。だいぶ大丈夫です。はい、ということで、じゃあ、まあ、はい、これからもいっぱい飲んでください、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。